釣れるじゃん。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は遠州サーフでのフグの釣果をご覧いただきたいと思います。本命はヒラメなんですけども、結構ですね、結構な確率でですね、フグさんが釣れる時がありますので、ここのところ数日間の釣行の中でフグが釣れた時だけの動画を抜き取って編集して動画にさせていただきました。まあ、よくよく見るとですね、一応高級魚ですね、フグさんはね、ですけど、まあ、食べられませんので、まあ、小さいですし、逃がしてあげます。フグがですね、かかるとですね、ルアーがもうボロボロになってしまうんですよね。フグさんの歯でですね、ガリガリとこうやるもんですからね、多分すぐですね、ルアーが傷ついてしまいます。で、何かかかったかなと思って引き上げてきてみると、なんか丸っこいものが出てくるので、あ、フグだなってことが一目でわかります。お腹の中にですね、フグはですね、お腹の中に海水を溜め込んで大きく見せるんですね。お腹を膨らませてね、そんな習性があります。今使ってるルアーはブリーデンさんのメダル丸というので、私の位置のすごいお気に入りのルアーなんですけども、リアフックがですね、すごいバレにくい構造になってまして、なのでこうやって外す時もですね、結構角度がですとかね、力の入れ具合でですね、なかなか外れなかったりします。すごいおすすめのルアーですので、皆さんもよかったら手に取ってみていただければなと思います。なんかエビの形をしているような感じですね。ですんで、魚種は問わず結構万能なルアーになります。まあ、根掛かりが多いところでね、ちょっと気を使いますけども、まあ、サーフですとかね、下が砂地ですとか、そういう泥とかそういうところでですね、根掛かりの心配もほとんどないので、結構おすすめになります。今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。フグさんたちの釣果でした。それでは失礼いたします。